こんばんは。今回コラボガチャがもう少しで終わってしまうんでね、どのガチャを回すべきかっていう話をしていきます。ただ正直難しいっすね。コラボ第1弾と第2弾の比較であれば、まあ、速報値の動画でも喋った通り、基本的にこっちの第2弾優先です。まあ、軽く振り返っていくと、まず花見地下に関しては、まあ、これからね、運営がダイブとか反射とか瞬間移動キャラを量産してきたら使いにくくはなりますけど、まあ、オンザを頻繁に打てるキャラなんでね、腐りにくいかなとは思います。まあ、賞味期限は完全に運営のさじ加減なわけですけど、現状は長持ちしそうかなっていう感じはします。なので、まあ強いハードキャラがいなくて困ってる人は追う価値は全然あるかなと思います。ただレポートで下方記事に載ってたので、ね、勝率を下げるためにこれからメタキャラを出してくる可能性は普通にあるんで、それは注意かなと思います。はい、花嫁ニノですね。花嫁ニノは、まあ、現状はちょっと使いにくいかもしれないんですけど、まあ、相手全体に回復力現象をかけられるキャラとか、あとジャスト補助ができるキャラが出てきたら普通に使われるんじゃないかなとは思ってますけど、どうなんですかね。まあ、ただ現状はまあやっぱ使わないと思うので追うほどではないんですけど、まあ、線形の命に自信がある方はどうぞって感じですね。はい、次花嫁ミクですね。花嫁ミクはまあ直近で花嫁エクセとかライバルセラータっていう露骨な対策キャラが出ましたけど、まあ、言うてどっちもなんだかんだね、花嫁ミクでゴリ押せるんで全然まだ使えます。まあ、ひまわりとかキウイチカを持ってる人であれば特に持っておきたいですね。まあ、現状はとても強いんで追う価値はあるんですけど、花嫁チカと同じくね、レポートで下方基準に載っていたので、これから出てくるキャラにさらに埋められる可能性はありますけど、まあ、ワンチャン新規キャラでね、対策した気になって新キャラで目立ってこない可能性はあります。ただ全ては運営のさじ加減。はい、次花嫁四つ葉。花嫁四つ葉はまあ評判ほど悪くないです。普通に使いやすくて強いんで出た方は全然落ち込まなくて大丈夫です。ただこれから追うべきかと言われると微妙かもしれないですね。次の新キャラはまあこれ以上に強いかもしれないんで、クレイキャラが欲しい場合は次の新キャラにかけた方がいいかもしれないです。はい、花嫁いつきなんですけど、花嫁いつきはね、花嫁一家のベクトルショットを全員叩き落とせるぐらいエリアが広かったりとか、まあ面白いキャラですね。まあ面白いだけじゃなくて普通に強いんで、ハードキャラがいない人は引いたらラッキーですね。まあシングルスだとよく急にの組まれたりとかしますね。まあ急にのも一緒に持ってる場合はさらに使いやすいですね。でダブルスでもレポート見た感じたくさん使われてるってことは強いってことだと思うんで、まあダブルスの点でも当たりですね。まあハード難民の人は花嫁一家を狙うついでに狙ってもいいかもしれません。まあてな感じで基本的に花ミニノ以外は今の環境でも使えるキャラたちなんで、まあ、当たりが多いっていう点では引っ越しは全然ありますね。まあ、しかもコラボキャラなんでね、復刻がないかもしれないんで、まあ、作品の思い出があるって人は後悔がないようにした方がいいかもしれないですね。はい、で第1弾の方なんですけど、正直そんな使わないかなって思います。まあ一人一人振り返っていくんですけど、はい、キウイチカですね。キウイチカはまあ花嫁ミクとかひまわりを持ってるなら欲しいですね。まあ、他にも新エレンとかスター属性の強キャラを持ってるのであれば狙う価値はあります。まあ、このガチャの一番の当たりと言っても過言ではないですね。はい、キウニノですね。キウニノはまあ花嫁いつきを持ってるのであれば狙ってもいいかもしれないですね。まあ、サポート性能も非常に高いので、今後ギミック無効をあまり持たない強キャラが出てきた時に声がかかると思います。まあ、線形の命がある方はどうぞって感じですね。はい、次キウミクですね。キウミクはまあラインズマンに用に困ってるならありです。ただ素人とか対決ルガに勝てないんでね、編成にはちょっと入りにくいです。なのでまあ追うほどではないんですけど、まあ、かといって弱いわけではないので、まあ、環境の変化でもしかしたら使えるようになるかもしれないですね。はい、キウヨツバですね。キウヨツバはまあ全然弱くはないんですけど、追うほどではないですね。まあ、2択運ゲーで解除プラス無効にしたりとか、まあ、飛炎スペシャルとか急速アップとか強い要素いろいろあるんですけど、ただ編成にいるかと言われると優先度は低いかなって気はしますね。で、はい、ラスト、キウイツキですね。キウイツキは、まあ、可愛いです。はい。唯一のいいとこであった青コルネを倒せるってところも、青コルネ自体がもう環境から消えちゃったんですよ。なので、はい。まあ、第3弾コラボでの情報修正を期待しましょう。はい、って感じで、まあ現環境で使えそうなら、まあ9一かとか9二のくらいなんで、まあ当たりの数が少ないんですよね。となるとやっぱ当たりの多い第2弾を引くべきなんじゃないかなと思いますね。でこのガチャと入れ替わりで来る凱旋との比較なんですけど、これですね。はい、これですね。正直こっちに関しては普通のチケットは使うべきじゃないかなと思います。フェスチケも結構手に入るらしいですし、まあ、セレクションマッチにもね凱旋キャラが入るんで、まあそっちで狙うべきかなって感じはしますね。なので普通のチケットはもうコラボガチャか新ガチャとの2択になると思います。
で、まあまだ発表されてない新ガチャとの比較なんですけど、まあ、正直性能がわかんないんでね、なんとも言えないんですけど、花見ミクに関しては新規キャラでね対策してきたので、今度は花見イチカを新キャラで目立ってくる可能性は十分にありますね。まあ、例えばダイブキャラとかラインズマンミュウイのハード版とか、そんな感じのが来たらさすがにきついんで、まあ本当運営のさじ加減って感じはします。たださっきも言った通り、コラボガチャに関しては復刻が期待できないので、作品のファンであればコラボガチャを引くべきです。まあ、あとなんですけど、コラボガチャではシロとかね対策ルカの対策がいなかったので、まあ新キャラでね対策してくる可能性はありますね。なので、まあクレイキャラを持ってない人であれば、コラボガチャよりも新キャラに期待してもいいかもしれないですね。まああとコラボ期間中全然チケット配ってなかったんで、その分壊してくる可能性は十分になります。まあ、去年も周年前がねトリオスが出てきたわけなんですけど、そのトリオスも暴れましたからね。てな感じですね。まあまとめると、今引くんだったら5等分第2弾、クレイの強キャラ持ってないんだったら新ガチャって感じだと思います。って感じで終わります。それではここまでありがとうございました。お疲れ様です。